よいしょ。では皆様お待たせいたしました。今から、ですね、第65回有馬記念 G1 の開講をムニルさんにしていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。行きましょう。はい、有馬記念芝2500m の G1 と、はい、まずですね、スタートで奇跡が休み落ちましたね。これがだいぶ大きかったと思います。まずね、展開面で言えばね、はい、奇跡はここにそのゲートが決めてたんで、ただね、奇跡からしたらね、まあ結果論、奇跡の話を先しますけど、はい、サシウマが来る流れだったじゃないですか。なんで4コーナー外回ってきたと、ね、最後ガス欠したところを見ると、やっぱね、秋4走目っていうのがしんどいんですよ。2年前のあのジャパンカップの2分20秒6を演出した時も、あの時も、4走目で最後ガス欠になってるんですけど、やっぱね、この今の時代ね、秋4走っていうのは多い。まあ、今回の結果を見てもはっきりしましたわ。まあ、クロノジェネシスに関しては、2500の距離をこなせるかどうかっていうのが一番のポイントやったんですけど、あっさりこなしての勝利と、でこの、まあ、去年のリス・グラッシュに次いで、まあ、グランプリ春秋連覇となったんですけど、この馬の場合ね、その道悪は全もう恐ろしいぐらいの得意やし、まあ、両馬場でも重い芝やったらこんだけ走れるわけじゃないですか。来年日本で走ってる場合じゃない馬です。いや、確かにこの馬こそヨーロッパ行ってほしいわ。凱旋門賞、もう凱旋門賞とかキングジョージとか出てほしいわ。まあ、もうちょっと今のコロナの状況があったらね、ちょっと今海外遠征がなかなか難しい。で、その海外遠征が難しいからこそ、ジャパンカップにしたって有馬記念にしたっていっぱいすごいメンバーが揃ったっていうのはあるんですけど、この馬に関してはもう適性がね、だってバゴ凱旋門賞馬でしょ、お父さん。でこの馬自体もほんまにパワーじゃないですか、パワーの塊じゃないですか。もうほんまにキングジョージとか凱旋門賞出てほしいわ。もう来年日本帰ってこないでいいです。もうずっと海外、もうほんま、あの馬みたいになってほしい。ないときディアドラ、ディアドラみたいに、はい、まあ、まあなかなか難しいけどね、やってほしいと思うな。確かに、そう、いや、プラス10キロですもんね。でね、もう2着のサラキアはね、相当難しいですよね。まずね、この馬ね、2000メートルすら勝ち星がない馬なんですよ。勝ち星 の、 距離的距離を見ると1007と1008しかないでしょ。あ、でも覚醒してたんですね。いや、もうそれしかないです、ほんまにそれしかない。いくら今充実してるっていうのはあっても、でもそれでも勝ち星がね、1007と1008しかなくて、 2000m の距離にも壁があった馬が前走で確かに2200をこなしてましたけども、でもここまで重い芝の2500をこなせるかどうかっていうのは、それはやっぱ推測するのはかなり難しい。かなり難しい。でもその馬がクロノジェネシスの首差まで来るんですよ。これで引退するらしい。そう、引退なんてもったいない。確かね、これか去年のリス・グラッシュの時もほんまにもったいないなと思ったけど、まあ、ね、このサラキアにしたってもったいなさすぎるわ、今一番強い。まあクラブやからしゃあないです、その通りです。もう社大系のクラブはもう6歳 の、 春の時点で牝馬は引退しないとあかんっていうのがあるんで、ただもう去年のリス・グラッシュにしたってそのこのサラキアにしたってほんまにものすごい強い時にやめますね、一番強い時にやめますね。そうですね、もうしゃあないですけどね。フィエールマンはもうね、レース運び2番手とかから走ってきてるの見てマジかと思いましたね。そうですね、いや、ルメールさんレース運びうますぎるわ。で結果論、仕掛けがちょっと早かったと思うんですけど、でも勝ちに行く競馬だって1着しかいらんわけやから、1着を取りに行くことを考えたら、あの競馬はしゃあないです。そうですね、これは刺されたのは結果論ですわ。もう全然ルメールさんの乗り方としてはもう仕方ない、やっぱ1着を取りに行くからね。2とか3でっていう考え方やったらもう1店舗遅らせて結果1があったかもしれないけど、1取りに行く競馬やったらあれでしゃあないですわ。あとワールドプレミアはちょっと残念やったっていうか、もうこれも武さんめちゃくちゃうまいの乗ってたけどね、
5番枠っていうのを生かして、うん、最初前行っとったでしょ、うん、そうですね、この位置で行けんのと思ったけど、うん、5、5、10、12っていう通過順位見ても分かるように、バデてね、前にバデた馬がおって、それで通過順位どんどん下がっていった、あれがなかったらなと思いますよね、うん、確かに、うん、ね、うん、うん、ちょっとワールドプレミアは隙がなかったですね、うん、うん、ラッキーライラックは今回で引退レースになるんで、これもちょっと、うん、ね、参考にも言ってもしゃあないですけど、まあ、レース後の福永騎手は、距離の壁を感じたというコメントしましたね、うん、まあ、頑張ってますね、これ4着、いや、してますよ、ね、でもサラキアはそのラッキーライラック逆転してんねんからね、すごいわ、サラキアはやばかった、いや、一瞬刺されそうやなと思いました、僕も、いや、このまま勝ったらどれだねって思う、でも勝ちそうやったからね、危なかったっす、マジで。単純74倍で、うん、確かに、うん、なるほどね、マルセイさんはいいあれですよね、うん、うん、うん、ペルシアンナイトもよく走りましたわ、確かに、うん、確かに、うんうん、もうでもこのレースしたら1600戻ることはないと思うんですけど、それはいいと思うんですよね、うん、ペルシアンナイトはボバやからまだ多分現役続くと思うんですけど、負けになる時来るんじゃないですか、まだね、うん、カレンブーケドールをどう見るか、ね、どう思います？パドック抜群に見ましたけどね、あ、まあ、ちょっとやっぱしんどかったんですかね、使い続けて激走した後で、それはあるかもしれんね、うん、ジャパンカップって結構疲労残りそうなレースじゃないですか、あれ、まあ、その通りですわ、ジャパンカップのやっぱ上位3とかここにどうもおらんっていうのも考えても、ちょっと、まあ、結果論になるけど、うん、ちょっとまあ自分のパフォーマンスは発揮できてないよな、うん、それはまあ確かなんですよ、かなりいいなんかこう位置取り見えましたしね、仕掛けのタイミングもぴったりだと思ったんで、うん、かなと思いますけどね、うん、うん、だからやっぱ奇跡とかも全力で走ってるもんな、うん、2分20秒6の時も全力で走ってるけど、だからやっぱ4走目であの走りとかしたら余力ないよね、うん、ちょっと JC 組の軒並みいいとこない、まあ多分特にね、カレンブーケドル一生懸命走っちゃったから、うん、と思いますけどね、うん、あと私が好きなユーキャンスマイルは喉がヒューヒューいっていると、喉鳴りの兆候を出しましたもん、ね、最悪や、うん、岩田騎手がちょっとこれは今後に怖いですわ、天皇賞春とかほんまはな、うん、全然ええ馬やんか、けど喉鳴りの話をし始めたらちょっとややこしい、やばいっすね、オーソリティに関しては3歳馬なんで、これは通用するか通用しんかは2択なんで、これはしゃあないです、しゃあないですね、まあ、これはあれですね、もうポジションおーってなりました、最初ね、いや、うまく乗ってましたよ、うん、だからもうこれも言ったら勝ちにくい競馬しとるんですよ、うん、けどもそれであんだけすぐ馬出たってことはもうしゃあないです、うん、まあ、3歳馬はちょっとコントレイルとサリオス以外はちょっとあんまり、うん、なかなか難しそうですね、うん、はそうですね、そうかな、なんかあんま自走に狙えるって感じのもあんまいないですよね、なんか狙えるっていうかこう、まあ、引退する馬が結構いるのもあれですけど、うん、まあ、ワールドプレミアぐらいか、うん、ね、うん、うん、あ、ラブゾーン理由か、確かにラブゾーン理由はね、俺もそのこの馬の一番のパフォーマンスって誰がどう見てもオークスじゃないですか、うん、でオークスが、2400の距離で、2400の距離でそれ1回しか走ってないですよ、うん、でやっぱそのな一番長い距離に走った時が一番パフォーマンス良かったってことは、2500の距離っていうのはやっぱめっちゃ魅力なんですよ、うん、そういう意味でね、うん、けど今回のこのパフォーマンスで終わったってところを見ると、うん、重い芝より軽い芝の方がええんちゃいますかね、うん、絶対そうですね、うん、なんで、うん、これも頻繁やけど思い切って春天出てきてほしい、ああ確かに、うん、結構ああでもあかんわ、今年は京都じゃないねや、阪神や、阪神は嫌や、ランス、まあ、でも阪神の馬場状態かどうか分からん、まあ、今のままやったら阪神馬場悪くないから、うん、まあそういう意味ではね、うん、でもまあ東京で行ってほしいですね、なんか何でもいいから東京で一回買ってほしいですね、東京に、まああれか、目黒記念とか、記念なんでバリクラやるな、確かに G1 馬やから、なんかあんまそういう意味で番組ないんすね、そうやね、春って特にそうですね、そう、もうクレッシェンドラブは間違いなく重い芝向きです、その通りです、うんうん、2500の距離がどうかは分からないですけど、重い芝候補であることは確かです、うん、そっか、ラ
ブノ竜も秋天ぐらいしかイメージ、秋天ジャパンカップか JC しかない、そうね、両国の JC や、来年のジャパンカップまでなんか状態を整えてきていただいて、みたいな。だって2分22秒8ってめっちゃ速いからね、高速、うん、時計ね。そうですよね、うん、でカレンブーケドールがこんだけ走ってるんやから、その通りや、ね、もっとこのまま走らなあかんねん、うん、その通りその通り、うんうん、でこの時のオークスの流れってスタミナの流れだったね、うんうん、だからそれを着てるってことは距離長い方がやっぱええのよ、うん、確かに、うんうん、まあ、バビットはちょっと、いやバビットはねやっぱ力足りんかったわ、うんうん、しゃあない。これは、まあ、またもっと距離短いとこがいいかもしれんし、ちょっとでも、ね、ラジオ日経とそのセントライトの勝利っていうのはフロップではないと思うんで、うん、また自分のもっと敵くらっていうのがどこかっていうのをこれから探るね。またちょっとキャリアある割には分からんからね、うん、あのね芝の軽い海外っていうのはアメリカとか軽いとき、時計速いときあるし、あと南、うん、まあね、大きいですがないけど、南アフリカとか時計めっちゃ速いんだけどね。あ、うんうん、確かに、1800m ほど前の G1 とか、ちょっと面白い。いや、それいいと思いますね。うん、いや、確かに確かに。全部1600っすもんね。うん、まあね、根幹距離で作ってありますけど、うん。確かに作ってもいいと思いますけどね。うんうん、まあ、でもやっぱその辺は世界とのあれなんよな、うん。世界にないからっていう理由でやれへんけどな。あ、なるほど、そうか、ワールド、そういう横並びもあるんですね。うんうんうん、重い芝、そんなとこですか。重い芝でしたね、はい、はい、はい、そんなとこですかね、はい、以上です、はい、では、はい、有馬記念の会合でした、はい、ありがとうございました。